サッカー英語人チャンネルへようこそ。このチャンネルは自身も選手として活躍していた名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒に、サッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。で、今回のゲストなんですけれども、アンダー23代日本代表にも選出されていた鎌田大地選手の、恩師である、東山高校監督の福重良一選手、監督をお呼びしております。福重監督、今日はお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。で、今回の動画のまずタイトルの方なんですけれども、鎌田大地とはプレースタイルや強さの秘訣を監督に聞いてみたというタイトルなので、鎌田大地選手について、ご指導なさってたと思うので、そういうところを聞いていきたいなと思っております。いや、その、はい、ご無沙汰ご無沙汰します。今のかしこまった特徴とかじゃなくて、ジュニアユースの指導者としてちょっと聞きたいのは、その指導者から見ると鎌田君は素直か素直じゃないか、だったらどっち、中間、中間というか、僕だとか関わってきた、直接関わってきた人以外が見ると素直じゃねえなこいつみたいな。だよね。で、見た目は素直じゃない、そうすると今風で言うと、はい、今の時代からいくと、はい、良くも悪くも自己主張があるかないか。自己主張はしっかり持ってますね。はい、はい、いや、そこなのよね。だから、まあ僕ら指導者はさ、いろいろこのトップダウン的なイメージも持ちながらやるじゃない。はい。そうしたときに、扱いやすいか憎いかって僕いつも聞くのよ。はいはいはい。ね、指導する側としては。はいはいはい。うん、だけども、ちょっとその、受け付けにくいっていうのもあるかなと思って行ったら、はい、観点から言ったらどう、彼の場合は教えていくところにおいて、その扱いにくいっていうのが、何ていうんですか、好きじゃないですけど、その、なんていうか、人によるじゃないですか。あ、はい、要は僕からしてみれば、やっぱり高校サッカーからプロの選手になるとか、すげえ選手になるっていうのは、僕らからしてみれば絶対手間がかかることなんですよね。そんなお利口さんじゃないし、そんなこう、いい能力持ってたら、もともとユース行ってるし、ユースからプロに行ってるわけで、結局やっぱり手間かかる。その手間っていうのは、僕は全然手間とあまり思わないというか、逆にこう、素直すぎる子ほどあまりやっぱ魅力のない選手にであるし、そういう意味では手間はかかってたんやろうけども、僕自身はあまりかかってた。いや、みんな多分そうなの。はい、僕はまあジュニアユースだけれども、基本がね、はい、今大学もやってるけれども、はい、やっぱなんて言ったらいいかな、エネルギーがかかる選手ほど、はいはい、こっちも熱くなるし、はいはいはい、熱くなるし、うんうん、中身濃くなると思うんだよね。はいはい、そうですね。お皿取ったら僕ら務まらんしさ、はい、うん、なるほどね。やっぱそういう感じで、うん、僕らは昔よく言ってたのは、こいつやんちゃだなっていう要素を持ってた方がこう上に行くっつってね。そうですね、うん、本当にこう僕の前では 僕の二面と向かってははいって言うけど、後ろ向いたら下出してるみたいなね。ああそう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 それは見えへんけど多分やってるやろなみたいな、うん、そういう子がやっぱり僕の殻を破るじゃないけど、僕の期待以上のことを、例えば鎌田なんかは、そうだね、うん、やっぱりそのね、ドイツで、まあ、そういうとこだろうね。そうですね、うん、はいはいって言ってずっとはいはいってんだよ、物足らんもんね。そうですね。で、まあその例えばプロになったとしてもすぐに終わっちゃうというかね。そういうこと、そういうこと、うん、面白み、味が出ないというか、うん、僕らはやっぱりそのメンタルがどういうやつだったかっていうのがこう見えないベースにあって、それで今から聞く彼の特徴なんだよな。目に見えるとこはもちろん彼が一番よく知ってるから、そこもちょっと聞きたいな。今見ててもだいぶわかるけどね、今の現役。一昨日も試合見てたけど、はいはい、
彼らの試合をね、はいはいはい、あの無観客の開幕戦、はいはいうん、負けちゃったけどね、まあ、そうですね、見えるけども、さあじゃあ次のさっきの本題に入ってよ。浜田大選手のプレースタイルについて教えたらなと、はい、その高校時代から振り返って。高校時代ですか、まあ、本当にパスにこだわるっていう感じ、はい、まあ、高校時代は多分その、まあ、その後はまた置いといて、まあ、高校時代はすごくこうパス、ラストパスにこだわってるところはすごくあって、そのそこのところの部分はすごく、そうですね、まあ、こだわりがある選手でしたね。分かったポジションはどこなの、彼は。はい、ポジション彼がポジションはね、まあ、うちでは高校 3年間通して、まあ、サイドハーフやったりボランチもやったりしてましたが、やっぱり個人的にはやっぱトップ下が合うのではないかとは思ってます。あ、なるほど。や 1.5 列目とか。そうですね、そうですね、はい、2列目に近いところ。そうですね、はい、トップではないと、高校の時は。そうですね、で、まあ、今も言ったように高校の時はチーム事情ってあるじゃないですか、やっぱり。あ、ね、もちろんもちろん、うん、そういうところがあるけども、僕自身やっぱりそのね、やっぱり今後やっていく上で本当に活躍するところはやっぱり、トップ下 1.5 列目で、まあ、高校の時もそれもやったりもしましたし、はい、そうなんだ。シュートを打たせるフォワードのバリバリではなかった。なんかね、こう高校時代そのシュート打ってほしいなーって時にパスをしちゃったりしてたんだよね。あ、やっぱりそうな、そういうやついるよね。うん、そこのところが早がゆいところありましたね。あ、難しいよねそれね。そうですね、で、まあ本当にまあ3年間そういうのは言い続けて、少しずつは変わってきたんですけど、やっぱりプロに行った時ね、うん、結果出さなあかんじゃないですか。ということはそれは点取ることじゃないですか。で、そこら辺でぐっと変わってますよね。だから高校時代と今とは多分スタイルが違うことはないんやけども、やっぱり点をより意識してますよね、今は。だから高校の時はそこまで意識はしてなかったんかなと僕の中ではちょっと思ってますね。プロフェッショナルになったっていうことだろうね、基本。はい、その考え方を変えることとか、チーム事情とか、自分のコンドポイントを前面に出す、はい、結果出すって言ったら、やっぱ点取りに行くっていうふうに、うん、発想が変えられて、でもそれができるって大したもんだよね。そうそうなんですね。そうなんですね。あのレベルね、結構献身的にも動くしね。そうなんですね。あのこうパッと見はこうあまり運動量がないみたいな感じしてるんですけど、すごくこう、まあ、J リーグなんか今なんかこう数値で出るじゃないですか、うんうん、そういうのなんかでもしっかりと出てるし、高校の時は僕らも見ててもやっぱり一番動いてるなっていうイメージがありましたからね。いや、でもドイツとこの間のまあ半分ぐらいしか、45分ぐらいしか見てなかったけども、やっぱもちろんそのシステマティックにちゃんとポジションも抑えられるし、行くときは行くしっていう、ポゼッション率も悪かったんじゃなかったかな、この間の試合なんか特にね、開幕戦。そうですね、まあ、あの開幕戦は多分もう本当にみんなが重たかったというか、ありえないイージーミスからもう全部すべて違うじゃないですか、あの再開の試合はね。だからなかなか僕もあれだけで第一を評価するとかあれはできなかったですね。でも趣味っていうところから言ったら運動量も結構あったし、はいはい、あの試合は歯がゆかっただろうなって言ってね。はい、そうですね。だけどね、たまたま直近だったからそう思っただけだけども、そうなんだ。やっぱ高校とやっぱり今とは、まあ、プレースタイルというよりも考え方を変えてそれだけに適応できるっていう。そうですね、そう本当に今言ってもらったように適応力があると思いますね。やっぱだから変な話、高校の時やっといてくれよっていうね、大事な試合でっていうのはあるんですけど、やっぱそこはね、やっぱり本当にこうプロに行ってやっぱ意識が変わったっていういい意味でね。 はい、あの子ジュニアですよ。どこ、もう地元。あ、ガンバ大阪です。なんだガンバ大阪。なんだアンバー大阪。だから大阪がから京都に来た。ね、育ちは愛媛の子なんですよ。で、ガンバ大阪に、まあ、セレクションカーで受かって、うん、まあ入って、その時にあの お母さんかな、いわゆるお母さんの実家が大阪だって、そこから。まあ、そういうやっぱりバックの、はい、運もいいとこあったんで、鴨川を合わせたわけだな。そうです、はい、そうです。
玉川君が教えて、はい、まあ、そこも良かったんだろうな、ガンバ大阪のジュニアユースっていうのも、やっぱり育成というか、そういう。そうですよね、まあ、本当に、あそこでしっかりとね、技術的な部分とか、もう本当に鴨川さんがしっかり教えてくれてるんでね、そこはだいぶ僕らも助かりました。まあでもやっぱりそういう下地もあって、なおかつ対応力もあって、うん、でもシュートは分かったの、パスは分かったんだろうけど、シュートはどうだったの、その頃は。そのキックの精度。いや、キックも全然良かったですよ。うまい。うん、はい。なるほどな。顔がちょっとこう、パスっていう顔しとらん。こんなこと言って、まあいいかローカルな番組だし。いやいや、もうシュッとしてるんで、シュートもシュッとしますよ。そうかな、なんとなくやっぱりさ、泥臭さも持っとるかなっていう感じが。あ、顔つきなの、彼の、うん、顔つき、うん。僕が見るとね。はいはい。のでもやっぱり今のスタイルしか見てないわけだから、はいはいはい、今のさっきの高校のスタイルを聞くと、いやいや、そういう風だったら、ワンランク、ツーランク下げたら、もっとあの中盤の選手バリバリできそうだなと思っちゃうもんね。あ, あとなんだ、プレースタイルと？プレースタイルと強みとか強さですね、強さの秘訣っていう、ストロングポイントでしたね。ストロングポイントか。はい。何よ、ストロングポイント。体のってこと？違う、すべてにおいてさ、うん、だからさっきのメンタルとかもそうだし、うん、じゃあ東山かんあの高校の久重監督から見た、はい、よく今言うなら彼のストロングポイントは何ですかっていう質問だったら、どういう、うん、はいはい、なんていうかな、こう本当に自分のちゃんとしたメンタリティを持ってるのがやっぱり素晴らしいですよね。やっぱりそこに行き着くよね。いやいや、ベースなんていうか、まあ一つはそのスルーパスをね、よく僕も鎌田についてはこのプレーでは言うんですけど、僕はやっぱスルーパスのあの見てる場所っていうか、狙ってるところってなかなか教えれないんですよ。あ、確かに。うん。でそれストロング、それもストロングなんですけど、まあプレー以外でっていうとね、プレーそのプレーそこ以外で行くとっていうと、本当やっぱり、うん、他の選手、要はプロに行った選手ね、大学で活躍してる選手と比べて一番のストロングがやっぱりその、なんていうの、自分を持ってる、すごく持ってるし、そこだけにこだわってないね、こう、例えばね、こう高校生の時に大学の練習参加したんですよね。でその時にちょっとこうシュートの打ち方とか、こういわゆる大学のコーチが教えてくれるわけじゃないですか。でも僕からしてみたら、鎌田は絶対にそんなもん知らんわみたいな感じのね、見えるんですけど、すごいそれをね吸収して、あ、これここは使えると。ああ、なるほどね。ちゃんとだから人の話とかもちゃんと聞くんですよ。あ、聞いた中でこだわりがある。だからまあ必要のないものはまあ流すでも、あって言って取り入れる。でそっからなんかシュート力も少し上がったりとかしたりするね。でそういうとこでいくとこだわりもあるんですけど、すごく適応というか対応というかね、いい意味で、いい言い方で言うと謙虚さがあるというか、ね、そこがやっぱすごいと思います僕は。まあ貪欲なんだろうな、いわゆるサッカーに。そうです、もっとサッカー好きですよ。そうだよな、うん、はい、そういうベースがあって、はい、僕なんかも本書いたっつって、まあ、今度またそういうところに行くんだろうと思うけど、はい、っていうことと、今の話、対応力と謙虚さとつって、うん、やっぱりね、大体みんな同じところに行き着く、うん、はい、で、練習しておらない、基本、うん、はい、うん、まあみんなそうじゃないと、あそこまで行きはね、そうですよね、絶対行けない。天才って言ったって、みんな天才はね、って言うけど、あそこまで行く人はもう相当努力すると思う、うん、うん、その今の吸収力も含めてだけどね、うん、自分でやっぱり解決する方法とかも自分で考えて、ただなんかこう目標、例えば目標持ってるとか、僕考えてますじゃなくて、目標持って行動してるし、考えて行動してるし、そこにはちゃんとした自分のこだわりがあって、うん、だからといってそのこだわりだけにこう、なんていうんですか、で、大腕振ってる、歩いてるわけでもなく、なんかそこら辺は、今まで僕もその、
黒田君と一緒の年齢ですけども、そこまで指導は僕長くないけども、なかなかいないですよね。やっぱりね、いろんな人にこうそういう高校時代どうだったのって、まあ、トップクラスに行った人の話を聞くと、でもやっぱ同じようなベースがある、みんな。それは黒田君のところだって、そんなとんでもないやついっぱいいるじゃない、とんでもないやついっぱいいるけど、高校時代やっぱね、みんな同じような感覚だもん、目に見えるそのパスが上手いとかトラップが上手いとか、前とか左とかって、その目に見えるところ以外のところは大体共通項は多い、多い、あと一個、その全然違う学校生活はどうやった？やっぱ真面目、真面目と、まあ、ね、例えば、僕は担任じゃなかった、学年見てなかったので、まあ、担任から聞くとか教科の先生から聞くだけなんですけど、授業寝てるとか、授業サボるわけでもないし、成績も悪くないです。で、例えばうち体育コース、スポーツコースがあったんで、体育理論とかね、そういうのになるとすごくこう、なんていうんですか、そこでもうサッカーで生きることないかという、なんていうんですか、ね、やっぱり探求心そこも結構あるんですよ。なるほどなるほど。だからうちの学校、そのバスケットとかバレー部すごく強いんですよね。で、そのクラスで集まってるんですけど、サッカー部のためにウェイトトレーニング考えてくれみたいなね、平気で言うてたらしいです。はい、なるほどね。でも全てにつなげていくっていう感覚なんだろうな。それはあると思う、はい、はい、なるほど。やっぱそうすると私生活も真面目な子なんだよ、基本は。基本は真面目ですよね。昔よく僕の教え子にもいたけど、はい、勉強しないとサッカーダメだよっつってよく言ってたけど、サッカー上手くなるために勉強するって、そういう 理由付けだったよね、その子は。勉強はやらなくてもいいからサッカーだけやってきなさいっていう人も中にはいたじゃない、はい、だけど、いや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 、頭のが良くないとサッカーは上手くならないから勉強しなくちゃいけないよって言ったら、サッカー上手くなるためにだったら勉強するっていう入り口こねたやつがいたかな。まあ、そういう考え方に近いんだろうね、今の話はね。そうですね。だから僕ら指導者からしてみると、まあ、指導者というか教育者、学校の先生ですね、先生からしてみると、やっぱりいい大学行ってほしい、そのために少しでも評定上げなさい、勉強しなさい、まあ、もちろんサッカーは置いといて、でも彼の場合はもう18、19でプロになってないと、20歳で海外行ってないと、そういうプランがあるから、あったんですよね。なるほど。だから、ということは言ったら評定なんか取らなくてもいいわけですよ。逆に言うとね。でも彼は勉強してたということは、やっぱりそこに必要性を感じてたからやっていた、勉強も取り組んでたとは思うんですよ。なるほどね。もしかしてプロ行けなかったらいい大学行けたらいいかなみたいな感じで勉強もしとこかじゃないなって、もうそこ行く、でもだから勉強は別にどうでもいいよじゃなくて、それは行くけど当然必要だから、なるほど、っていう感覚でいたんちゃうかなと思う。結構やっぱサッカーのが上手くなるとか、プロになるための動機づけとしての勉強っていう、そんなイメージだね。そうですね、僕らだと勉強やっとかんと、あと、ここダメだったら、勉強ダメだったらもう全部ダメだよなんていう、そういうサッカーのための勉強だったんだよね。なるほど、だと思いますね。そんなこと考えとるっていうのはやっぱじゃないと、あそこまでいかんね。そうですね。改めてちょっと分かったな。まあでも鎌田君についてはこれぐらいだね。そうです。でもめっちゃいいとこ聞けたよ、そのベース、結局ベース、目に見えるとか誰が見たってね、今だって、ナイスシュートとかナイスパスとかね、わかります、見えるけど、今は見えないとこ教えてもらったんで、いや、よかった。貴重なお話、はい、まず今回は鎌田選手について、はい、ちょっと話を、まあ、貴重なお話まで伺っていきました。ということで、また次回もお話を伺いますので、またよろしくお願いします。よろしく。今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。